2016年スフトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前山先生です。今回の新しい2019年のですね、投資方法がまた変わってきました。で、今 CHF-JPY と EURAUD と EURJPY ですね、というシグナルが作られています。ちょっとこれ分かりやすいように横にしようかな。このようなね、インジケーター表示になってまして、今日は休みですね、土曜日ですね。で、これから稼げる実質の勝率は 61%。 1週間でこのようにシグナルがね、出てまして、13回出てます。1週間、1万80ラインですね。これ1分足なんで、1万80ライン前から分析をしております。平均利益ピップスは 57.6 ピップス、まあ 5.7、 一桁違うんですけどね、57.6 ピップスですね。こっからここまでの平均利益ピップスが 57.6 ピップスとなってます。5.7 ピップスですね、実際はね。こちらは、それでこちらは実質勝率は 92.3%。 これから稼げる勝率の勝率は 61.0% ですね。実質このようにシグナルが出てるんですけども、ここにね、こっちも出てますね。ここにも出てます。ここにも出てます。ここにも出てますね。ここに出てるわけですね。こんなふうに。これは負けてるんでしょうかね。こんなふうに出てるわけです。これが13回出てますね。それで 92% という勝率なんですね。だから1回しか実際負けてないんですね。でこれスプレッドが入ってませんから、実際打つときにはね、やや有利に打たないと勝てません。このスプレッド入れようと思うんですけどね、あのスプレッド差が計算されてませんので、で一応 92.3% の勝率になってますね、実際ね。このシグナルでもね、で今後稼げる勝率は 61.0%。 こちらは 90% の勝率ってなってますね。これね、これ出てるんですけど、これ負けてるんですよね。カチカチカチ勝ってますね。これもなんとか勝ってですね。これも勝ってですね。これも勝ってると思うんですね。これも勝ってる。一応全部勝ってるみたいですね。これ10個しかないですね。このようにね、実際 90% ですけど、月から稼げるのは 56.2% って出てます。
今までの成績は分かるけども今後の成績というのはね分かんなくて、こちらで分析した結果では 56.2% ですねという勝率なんで、なんとか少し利益取れるというわけですね。 55% 以上だとこのハイアンドロシアの場合は利益取れます。でこちらが勝率 83%、55.8% ですね。実際今後稼げる勝率がね、こう出てるわけですね。こう出てるわけです。これ見てシグナルもちょっと落ちた時に打つのがいいみたい、すぐ打たない方がいいみたいですね。これもちょっと見ていきましょう。いい時なんだろうけどね。大体そうですね。2、3分待ってから打った方がいいみたいですね。そういう具合ですね。どうもありがとうございました。